はい、映画探求道とことん映画案内のジョヨガーです。さて今回は以前取り上げた4月23日から公開のルローニケンシン最終章ザ・ファイナルの原作からの検証をしてみます。というのもね、まず僕はね、このルローニケンシンシリーズについては全く実は原作を読んでないんだけど、実を言うとルローニケンシンの最終章ザ・ファイナルの流れはウィキペディアで事前に知ってるんだよね。ああこうなるんだって具合にね。そしたらストーリーにおいて割と重要な部分がかなり違ってたので、他にもあるんじゃねえかなって思って漫画喫茶にねとつって最終章ザ・ファイナルの原作パートの18巻から28巻までをザーって読んだら、これがねめちゃくちゃできてきたんだよね、違うところが。なので一つ一つ挙げていこうかなと思います。まずね、映画と原作では冒頭シーンからこれ違ったよね。コミック18巻の67ページから今回の最終章ザ・ファイナルにあたるシーンが始まるんだけど、原作では大阪なんだよね。これを映画では横浜駅に変えて、斎藤はじめが率いる警察らが汽車の中にいる雪城恵仁を逮捕するシーンを入れているんだけど、原作ではこの逮捕劇がないんだよね。さらには真の領事館が恵仁を留置所から引き取るシーンも映画ならではで、この横浜駅の様子と汽車新政府が介入するあたりに明治12年の時代の描写を入れているんだよね。さらにさらに、その後の警視庁の剣道場で剣心や薫が稽古をつけているシーンや、浅草で祝言を挙げる夫婦をチーム剣士がなだめてると、この通信も映画オンリーのシーンなんだよね。この剣道場のシーンでは浦村所長と剣心らの会話で琉球に関する話題や朝鮮開国を話してるんだけど、琉球山廃止、沖縄県設置の琉球処分は明治12年の4月4日にあった出来事だから、時事ネタとしてはタイムリーでね。朝鮮開国というのは1876年、明治10年にあった日本と李氏朝鮮の間での日朝修好条約のことで、まあ近い出来事として挙げたのかな。あとね、これは完全な余談だけど、明治12年の細かいけど格闘技周りの重要な出来事を言うと、5月26日にアメリカで初代マジソンスクエアガーデンが開場し、6月4日に、あ、これ格闘技じゃないけど、統計商工社が靖国神社になったり、あとね、7月3日から来日していたユリシーズ・グラント前大統領が、加納治五郎から柔術を教わったというエピソードもあるんだよね。で、このグラント前大統領の件は、かの渋沢栄一からの依頼なんだよね。まあ、この映画は、某オールウェイズとは違うから、細かくてくどい時代描写は省いたんだけど、まあそういう時代なんだよね。それと、クジラ波兵庫が赤べこにアームストロング砲を打ち込むシーンで、映画版では、乾万人、音羽兵庫、八つ目無名らが、すでに揃っているんだけど、原作ではこの段階ではね、絵西と、クジラ波の二人だけなんだよね。あ、いや、もう一人いたんだけど、実はね、映画版ではこの、もう一人の、資格というかね、ゲインが出てこないんだよ。原作を見ると、ゲインって、死体を人形として操る術があって、イワンボウという怪物を操っていてね、インパクト絶大なんだけど、まあこれね、尺の都合等で省いちゃったのかな。それと、他のメンツについては、前の動画で鎧マンって言っちゃった、乾万人は、鉄鋼が特徴で、この中では、一番再現度が高かったかな。特に、
斎藤はじめとの、一戦は再現度が本当に高い。続いて音羽兵庫だけど、これもね、ボーガンみたいなバイカ中前は再現としては悪くなかったし、陸道庫だっけ、あのを、大釜みたいな武器で表したもので、あの、凶暴さがあってよかったよね。けどね、この、音羽兵庫のフェイドアウトが早いんだよね。なぜか。そこに、大きな改変があってね、原作では、この後、音羽と、明神弥彦のバトルがあるんだけど、これが一切ない。というか、原作では、弥彦の活躍が多いんだけど、映画版では全部カットしちゃってるんだよね。これさ、原作の弥彦ファンならかなりのがっかりポイントになるんじゃねえかなって思うんだけど、この江西ら一味のバトルを最終章ザ・ファイナルで終わらせるにはやむを得ないカットというかね、これ大胆なカットだよね。で、この弥彦のシーンの大幅カットにはもう一人大幅に、カットされているキャラがいて、それが三条つばめの出番大幅カットね。映画版では赤べこ襲撃で大怪我を負って、それからフェードアウトしちゃうんだけど、そもそも原作版では赤べこは、大破しても怪我人ゼロで後に復活しているし、原作ではこのツバメメインのエピソードもいくつかあったけど、これも大友マジックで全てカット。それでここからがネタバレになるけど、この映画の最大の改変は、剣心が縁西に負けない、これね。だから最初に映画を見た時に剣心が負けるシーンがないから、あれ?って思ったんだよね。だからね、剣心が負けた直後にある落ちぶれ村のシーンも一切なし。これさ、大胆なカットだよね。でも、この二つの大改変があった、あっても、不思議と雪城縁西シリーズのストーリーとしては、映画はもう見れるんだよね、これ。要所要所の原作再現はかなり忠実で、ラストシーンは完璧でしたね。逆に映画版ならではのシーンもいくつかあって、その一つが雪村絵にしたい相良左之助ね。相良左之助に関しては、この雪村絵にし戦とラスト前の大バトルで見せ場があるけど、これは映画版ならではなんだよね。あと、牧町美佐夫対八つ目無病院ね。あの、八つ目無病院の腕が伸びないっていう、まあ、ちょっと映画ならではのちょっと独特があるんだけど、まあ、そのせいかね、北斗の拳に出てきたクローバーみたいな敵キャラになっちゃったけど、まあ、これはこれで悪くはなかったね。ということで、結論を言うと、原作にこだわっちゃうと、まあ、ちょっとね、まあ、厳しくなっちゃう映画かもしれないけど、映画版は映画版として楽しもう。これだね。今日は以上です。